大道寺北条紀行ですね、大道寺正明公の、聖母の、こちらのお墓になります。北条のマークが入ってますね、旧北条ではないんですけど、こちらの会期、改ざん、まあ、こちらに書いてありますね。元はあの今の上尾市の方にあったみたいですけど、こちらですね、大道寺駿河見えますね。なんかあの姉とも義母とも なんかいろんな言い方で、まあ、あの多分御母堂で聖母の方ということになってますよね。まあ、川越の、まあ、しばらく60年ぐらいは、大道寺市の、城代でしたから、外場、まあ、かなり立派ですよね。 お母様、あの将軍家ではないですけど、まあ、こういった形ですね。これはその建てた和尚様、まあ、歴代和尚様のところにあるんですけどね。このあのこの商人様とか、これは大師、あ、すみません、こちらですね、こちらが、母様のお墓になります。大師と書いてますけど、呼び方がねちょっと、はい、こちらが、大道寺正成公のご聖母のお墓でした。